果は与えられていないか。 SACRA/1351420。 今の私は桜スラッシュ、湯野姉さんに縮められたんだよ。コード名を変更だと。その湯野というレディーがプログラマーだ。どうしてそれを。あなたは誰。私はハーメス・マーキュリー、以後お見知りおきを。そして小隊長君、君にはこのラトレイヤのテストに付き合ってもらおう。当たれ。行け展開。完全なのに。いや、しまった。さすがだ。展開。そう、今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けた。ということで、パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと。データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。ぜい。待ちなさい。何者なの。ガンダムラトレイヤ、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はあ、ほんとどこまでも迷惑な。サクラ、ブレイクアウト急いで。作戦終了、帰還するぞ。私が閲覧でき、あのガンダムラトレイヤーデータベースを閲覧できてる。歴史への再登録って具体的にはどうするの。もう一度、ガンダムバルバトス。ただまっそっちやじゃ。史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。
ブレイク現象が起きていなかった。そうそう、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラルタイに尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。CEO ってことはあんた社長。あのグフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンも。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長をお連れしますね。ブラウの報告通りだ。分かった、船の直縁に回れ。フラウボーなんてよこしやがって。ブライトが自分で来りゃいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かってますよ。まだなのか。回り込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか判断は任せるわ。ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラル隊。隊長やりました、タンクをやりましたよ。あれ、ルーさん迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。当たれ。おっと、ホワイトベースから通信。ユノ遅いぞ、何やってんの。お前には宿舎からの通信支援を任せる。了解です、ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいなアムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが着生したままだ。本来なら取り付いた部分を対面飛行で切り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行、艦内どうなっちゃうわけ。未来さん無茶するな。展開、そこ。まだなのか。そう、まだか。まだな。当たれ。沈め。まだか、直撃させる。展開。
木馬を落とす。抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ、ザクとは。ガンダム・バルバトスにならなかった。グフのままね。トゥルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしようか。ガンダム！グフめ、史実を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはチオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。落ちろ。ガン完全な時に間合いが甘いわ。こいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。サンクキングダムに戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力は機動性能を限界まで引き出してるのよ。相手はおう、思い切りのいいパイロットだな。手ごわい。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランのモルグ。相手を脅かして組ませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。いや、アルナガンダム確認。しかしこちらとてもんなら、まだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年はやっぱり。お前はさっきの坊やか。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさかな。時代が変わったようだな。坊やみたいなのがパイロットとは。ぜっ直撃させる。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。待て、ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレイク修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は。え、総長。僕はあの人に勝ちたい。ミッションコンプリートだな。イエス。あ、ただちょっとデータにエラー。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットする。君の旗をあげろ。あげげ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 、エラーエラー。ちょっとハロー、さくら、勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど。ハロー、大丈夫？さくら、もう勘弁しろ、さくら。
他やっぱりさあこのトゥループこのブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど他に違いはあるの？それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために私アキヒロくんのガンダムグシオン、え、急にアキヒロくんって出てきたけど、鉄火団団員のアキヒロアルトランドくん、筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ犬姉さん。プログラマーにそんな、CEO ってことはあんた社長さんかい？俺もジーアームズじゃリーダーなんだがよ。無鉄砲な部下を持つと苦労は絶えないな。お互い頑張ろうで。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。ホルンなら大丈夫だよ。絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉隊で敵を抑え込んで。当然だろ。三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。トゥルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい差は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダムキマリストルーパー絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて。何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常？こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。ちょっとと押し返せ。この橋ってブレイクミッションの時にアフターコロニー時代のモビルスーツが現れたわよね。静止ではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが違うことがブレイクミッションに関係している。オルガ、アトラ、クンデリア、すぐに行く。小隊長、まだまだ敵の数が多いから囲まれないように注意して。逆にチェインブレーカーをぶっ放して弾き返した。何それ。一匹一匹プチプチ潰してくよ。どちらにするかやり方は任せるわ。小隊長、まだまだ敵機がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。
心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり、出てこなければよかったのに。邪魔する奴は潰せばいい。そうでしょ、オルガ。そうだよな。お前が俺たちをこんなところで終わらせてくれるはずがねえ。なあ、ミカ。行くぞ、バルバドス。クランク2を手にかけた罪深き子供め。誰ぞ。貴様、この動き普通じゃない。ちょっとじっとしてろ。なんてこと。君たちの罪は止まらない。加速する。俺たちは議事堂へ向かう。そっちは任せたぞ。ああ任されたあ。一息だ。罪深き子供、暗くによ。お前たちと戦うつもりなどなかった。お前たちを救うつもりでいたというの。その慈悲深き思いが何で止まらない。あのおっさんは自分で死にたがってたよ。やはり貴様は出来損ない。精錬なる正しき人道を理解しようとしない野蛮な獣。なのにあろうことか、その救いに手をかけ冷たい墓標の下に引きずり込んだ。うわ、機動力が全然落ちない。単純な速度じゃなくて反応速度か。これが荒屋敷の差ってわけだ。大きさまは救えない。おい、バルバドス、いいからよこせ。お前の全部。まだだ、バルバドス。死んで何？まだだ。もっともっともっとよこせ、バルバドス。ガンダム・バルバドスが。ちょっとさくら、三日月君は大丈夫なの？大丈夫だよ。これが彼が選んでいく道だから。さくら、回線つなげるか。団長さん、レーザー通信用ドローンの配備完了。鉄火団のみんなに連絡できるよ。お前ら聞こえるか。マカナイとクーデリアは議事堂へ送り届けた。俺たちの仕事は成功したんだ。だからこっから先は死ぬな。もう死ぬんじゃねえぞ。こっから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぺん殺す。だからいいか、何としてでも張ってでも、それこそ死んでも生きやがれ。うん、分かった、オルガ。とっておきだ、この化け物が。お前にだけは言われたくないよ。クランクにボードウィントクムサンサー、私は私のただし。そのガイリオ・ボードウィン・トクム三佐とキマリスは結局現れなかった。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。やったの？これでトゥルーミッション完了よね。キマリスのことは気になるけど、エラーは出てない。ブレイクアウトするよ。お前のようなやつと共闘できて俺は満足だぜ。you
バルバトスの…そ…え?うん。あふ…いや、この…こわ落ち着いて、コンリ…も…残念、さ…ないも…ハローも…ユノ姉さん、え、だって手術の修正をするんでしょ。今回のソンクキングダム、いよいよ前回の古軍ふのそのゼウイングでオペレーションゼロに乗る重要も重要ゼロシゼロシどこだ。CEO ってことはあんた社長さんかい。俺もお前たちは俺の敵か。戦略上優位消失、戦術レベル最大効果確認。これはシステムエピオン、いやゼロシステムの影響だね。確か操縦者に未来を見せるシステムって。戦闘状況下で発生するあらゆるデータを即時変換、膨大な予測値を取得して、それを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの通称ってことだね。パイロットを極限状況にまで追い込んで、自らの死すら厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するための装置、それがゼロシステムだよ。そこまでして戦争をしたいの？これを作った男は戦う敵の姿と自分自身の未来をパイロットに見せる機体だと言った。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。それは神の概念そのものじゃなくて。俺は神など信じない。俺にあるのは支配と戦う意志だけだ。ビルゴっていう黒い乗り方がモビル道路よね。サンクキングダムにはなかったけど、ドームフラ財団が開発した自動操縦システムの無人機だね。戦争をゲームにするただの人形だ。俺たちを止めることなどできない。いけ。ダメだダメだダメだ、黙れエピオン。どうしたの？あ、ゼロシステムからのフィードバック。ものすごい精神力で耐え。このまま引き下がったら貴族どものいい笑い者だぞ。しかし相手はガンダムです。財団はガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール宮廷師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。小隊長ヒーロ君、ここが踏ん張りどころ。分かっている、この先に奴は来る。この程度いけ。まだなのか。いけ。スキドー展開。まだ動く。戦術レベルクリア。
継続して戦略レベルに行こう。